問題25。小規模多機能型居宅介護に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。1、2012年度、24年度から開始された介護サービスである。2、管理者は医師であることが義務付けられている。3、長期間の宿泊を目的としている。4、訪問入浴介護のサービス提供を目的としている。5、地域密着型サービスの一つである。はい、小規模多機能型はよく出ます。ナビの80ページでちょっと簡単に要点を確認してみましょう。ナビの80ページです。はい、これがナビの80ページですね。ここね、80ページ。このページは、はい、地域密着型サービスのところですね。もう答え分かっちゃったね。はい、地域密着型サービスの代表的なもの、小規模多機能型居宅介護と、読みますよ。居宅においてまたはサービスの拠点に、通所デイですね、もしくは短期間宿泊させ、これショートステイですね、拠点において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行いますと。はい、これ小規模多機能ですね。小規模で小さなサイズってことですね。で、多機能っていうのはいろんなファンクションがありますよと。それは通所、デイサービスと、あとショートステイ、あと訪問もありましたよね。はい、で、どういう規定があるかというと、利用登録定員、定員は29名以下ですよと。で、通い、デイサービスの定員は最高で18人以下。ね。18人以下と。で、泊まり、ショートステイは最高で9名まで、ね。9名以下となってます。あと、訪問がありますね。訪問。それと、当然、ケアプラン、ありますよと。はい、そういうところで、まあ、ここにこう、管理者は、一人いて、介護職員、看護職員、あとケアマネージャーね、介護支援専門員がいると。で、ここに住んでる、あ、ここを利用してる人は、デイサービスとショートステイと訪問介護を使えますよと。まあ、ケアプランもありますけどね。で、それ以外に、ここ以外で使うサービスで可能なのが、訪問看護とか訪問リハビリ、あと福祉用具とかね、これは小規模多機能の中にないので、小規模多機能居宅介護を使ってる人はプラス必要であれば他の会社から訪問看護とか福祉用具とかね、そういうのをサービスを利用できますよということですね。じゃあ問題に戻りますよ。はい、小規模多機能型居宅介護。もう答えはね、これでしたよね。地域密着型サービスの一つであると。もう答え出ちゃったですね。ちなみにこの1番の2012年度、まあ、平成ですね、平成24年度からスタートしたとあるんですけど、これ2006年からです。2006年から。まあ、こんなの覚えなくてもいいですね。こう答えが分かればいいと。
で、2番の管理者は医師であることが義務付けられていると。これ関係ないですよね。老健は施設長が医者だったかな。老健の方にこうお医者さんの規定がありましたけどね。で、3番の長期間の宿泊じゃないですよね。短期間ですよね。ショートステイだもんね。で、4番の訪問入浴介護。これはさっきありましたけど、小規模多機能型にないので、他の会社のサービスを使う中に多分あったと思います。ということで、とにかく、小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスのこれも代表的なサービスです。はい、答えは5。